ハニー味噌チキンということですね。ハニー味噌チキン、なんかもう聞くだけで美味しそうですね。そうなんですよ、結構ご飯にも合いますし、うん、みんなが好きな味付けになってると思います。蜂蜜もですね、ちょっとお肉も柔らかくしてくれますので、うん、味付け以外のところにもこれを使う理由があるということで、はい、簡単ですのでぜひ覚えてください。では材料を見ていきましょう。こちらです。鶏もも肉 200g 程度、味噌大さじ1と1/2、蜂蜜大さじ1、酒みりんが各小さじ1、おろしにんにくおろし生姜が各小さじ1/2、サラダ油適量、白ごま適量ご用意ください。ごまが嬉しいですね。これはちょっとこの入ってるごまがね、また香ばしくて美味しいですからね、うん、入れてみてください。はい、じゃあ作っちゃってハニー。ああ嫌な言い方、怖いわハニーということで真面目に作っていきますからね。はい、はい、じゃあまずこちらをご覧ください。はい、ここ、鶏もも肉なんですけれども、大体一口大ぐらいに切ってありますが、まあ、この辺はお好みのサイズに切ってもらって大丈夫です。切りましたらですね、つけていくためのタレをここにね用意していこうと思いますので、お味噌、蜂蜜、酒、みりん、おろしにんにく、おろし生姜入れていきましょう。じゃあまずお味噌からいきましょうかね。はいはい、お味噌が大さじ1と1/2、はい、入りました。大さじ1と1/2のお味噌。はい、でハニー、蜂蜜ですね。ハニー、いやいい声でこれ大さじ1です。お、たっぷりですね。たっぷり入ってますよ。はい、残さず入れましたと。はい、入りました。じゃあ酒とみりんですね、小さじ1ずつです。小さじ1のお酒とみりんもいきます。みりん、はい、小さじ1入りました。あとはですね、おろしにんにくとおろし生姜、小さじ1/2ずつ。おろしにんにく、あ、これも結構入りますね。そうなんですよ、意外とですね、しっかりとした味付けなんですけども、いい感じに仕上がりますよ。はい、生姜全部入りました。入りました。じゃあこれ今バラバラなのでね、うん、ちょっとこう揉みながらなじませてください、うん、はい、こんな感じですね。あっという間に、はい、混ざりますね。混ざります。さあ、しっかり混ざりましたら、よし、いい感じですね。そしたらここに鶏もも肉入れていきます。おう、ほっ、よいしょ、よいしょ、1個ずつですね。ドバッと入れてもいいですけども、先に調味料を混ぜてからお肉を入れるんですね。そうですね、お肉とかを一緒に入れちゃうと、こう揉んだ時にうまく混ざりにくかったりするので、うん、まあ、調味料全部混ぜてから入れた方が均等にね馴染んでると思います。はい、入りました。そしたらこれまたちょっとお肉揉みまして。あ、そうか、ここで揉み込みができるからいいね。そうなんですよ、これがね袋のいいところですよね、うん、はい、こんな感じ。そしたら大体半日か、まあ、1日ぐらい冷蔵庫で漬け込んでおくと、より味がねしっかり入っていきますので、漬けておいてください。そういう時もジッパーがついてると便利だよね。そう、こぼれないですからね、うん、このままポッと入れられます。さあ、じゃあ漬けたらですね、今度はフライパンに行きましょう。はい、今フライパンなんですけれども、温めたフライパン、ここにサラダ油入れまして、うん、漬け込んだ鶏もも肉を今弱めの中火で焼いているところなんですけども、ちょっと火が弱めなんだ。そうなんです、ちょっとね、あの糖分入ってるので焦げやすくなってるので気をつけてください。あ、そういうことなのね。今片面焼けたのでちょっと見てみましょうか。あんまりジューって言わない感じで。そうですね、あー、程よい感じ。いいね、いい感じですね。あー、これ大きな声出ちゃいました。これがいい感じでした。まあ、これぐらいだったらまだいいけどもそう、これ以上いくとちょっと焦げちゃう、焦げちゃうので、こんな感じで、うん、あ、でもこれもいいぐらいですね、うん、はい、こんな感じで焦げないように気をつけながら両面しっかりですね焼いてください、うん、でお肉にしっかりね火が入りましたら、このお肉をお皿に盛り付けてもらって、岡田さんも大好きな白ごまをパラパラかけると、こんな感じで完成です。はい、こちら、うん、ねえ、いやもうね、味噌の甘い香りがいいですよ。うんうんうん。